どの上直道。選抜覇者愛工大名電、2年生で不動の4番、進化し続ける長距離砲が春夏連覇に挑む。愛知大会5回戦、初回愛工大名電はランナーを2人置いて4番どの上が変化球を軽々とレフトスタンドに運び先制点をもたらすと、3回にもランナーを1人置き2打席連続となるホームラン、相手の度肝を抜きます。さらに4回にも3点タイムリーを放った堂上は3打数3安打2ホームラン8打点の大活躍でチームを勝利に導きます。愛工大名電、春夏連覇の甲子園へあと3勝です。もう思い切ってストライクが来たら打とうと思ったんで、それが結果に出てよかった。